劇俳優の市川團十郎さんの襲名披露巡業が4日、石川県小松市で初日を迎え、團十郎さんが妹で舞踊家の市川水仙さんとイベントに登壇しました。團十郎さんは、父はいろんなものを私に残してくれていると、亡き父12代目市川團十郎さんへの思いを語りました。石川県小松市は歌舞伎お箱の一つ勧進帳の舞台となったあたかの席があり、中学生たちが授業に勧進帳を取り入れて演じるなど、歌舞伎の町として知られています。初日の公演が行われた團十郎芸術劇場うららは、父12代目團十郎さんが舞台設計の監修も務めたゆかりのある劇場で、今回の13代目市川團十郎白猿襲名披露巡業に合わせて3月4日に今の名称に変更されました。全国で唯一となる團十郎の名前を冠した劇場について、團十郎さんは、父はいろんなものを私に残してくれていると今日痛感しています。愛のようなものを父は残して旅立った、それをいろんなところで感じましたと話し、楽屋入りして父を感じました、父の思いが一番伝わる劇場の一つなので、他の劇場にはない思いの深さがあると語りました。舞踊家の水仙さんは、父が他界して1年後くらい小松で初めてこの劇場に立って、舞台から客席を眺めたら、なんとなく劇場の制作に携わった父の温かさがとても残っている劇場で、2階の一番前の席で父が微笑んでくれているなと感じたのが印象に残っていますと話しました。團十郎さんは、父は小松のあたかで勧進帳をやりたいというのが一つの夢だったが、それが叶わなかったとした上で、父がやりたいということを受け継いで、あたかで勧進帳ができたことは何にも勝る思い出ですと話しました。初日の公演に先立って行われたお練りには、5000人主催者発表の観客が集まりました。團十郎さんは、まだやはりお練りの最中に海老蔵さんと呼ばれることもありましたか、笑う、まずは数年團十郎と皆様が呼んでいただけるように精進しますと笑顔で語りました。